えこんにちは吉田さんあのリスクヘッジっていうのが一つの大きなテーマになると思いますけども投資家になるんだったら絶対にリスクヘッジはマスターした方がいいと思うんですよねまあけどその余剰資金がもうポン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 生み出せないっていう人が投資をやるっていうのはこれリスクヘッジができない状態じゃないかなと思うんですよ、まあ、例えば投資でね100万なくなりました翌月には100万が復活するようなビジネス持ってればいいわけなんですよそれがリスクヘッジだと思うんですよねそのビジネスをマスターしてるっていうのは だからビジネスを積み上げていってスモールビジネスもビッグビジネスもできるようになってで最後にインベスターなのかなとあの4つのクアドラントがその通りだなと思うんですよその中で具体的に言うと YouTube でお金を生み出すことができるし YouTube で集客することができて YouTube で販売することができて YouTube という商品を作ることができてみたいなのが揃っていれば非常に単純なんじゃないかなと思うんですよねで、で仮に投資で失敗しても どんな投資で何で失敗したかっていうものがコンテンツ化してそれが販売できたりとか一つのコミュニティを運営してそのコミュニティの参加費をいただくことによって例えば月額課金でねリスクエッジにするとかまあ、とにかく投資をやってるのにこのお金がなくなったらもう首くるしかないみたいなおかしなねリスクエッジのないような状態で投資の世界に突っ込んでくる人がいてまあ、そういう人はまあ考え方悪いんで負けますよねだから投資の世界なんて本当に頭の勝負なんであのすごいかわいそうなんですけども頭を鍛えてない人ってもう もう全然勝てないんですよねで頭が鍛え出られてるってことはビジネスがちゃんとできるんでお金が稼げるってことなんですよ。で毎月毎月余剰資金ができるから投資で例えば50万100万いってそれがね塩漬けになろうが飛ぼうがあ痛かったなで済むということもありますしね。うん、まあ硬い投資案件とは言っても硬いだけでデフォルトの可能性は必ずありますからね。あのよくガチガチの銀行レースって言いますけども絶対来るのかって言ったらそうでもなくって。 あの競馬とか競輪で言いますけどもね1、えー、着に入るのはほとんどこれだろうって言っても1着にそれが入らない可能性の方が大きいっていうこの不運率もありますしねうん、まあ、だからやっぱこうリスクヘッジお金がかまあ、でもねほんとなんかねこう今更また言うんですけどもお金が稼げないってどういうことなんだと思いますよ社会に出て何年も仕事してるわけじゃないですか仕事をしてるってことはお金を稼いでるはずなのにじゃあ自分でやってみなって言ったらね 商品も作れないし集客もできないしセールスもできないみたいなね何をやってるんだろうなと思っちゃうところもあるしうんまあなんかね未だに学校ではお金の勉強してませんからって言うけど学校でしてないから自分でやるんでしょみたいなね何でもかんでも学校任せにしてるところもちょっと年がたいなと思ったりねでも学校で恋愛教わってないけど勝手にね惚れたハれたするわけじゃないですか人は <laughs> 何なんですかねというところはありますよねまあでもやっぱりリスクエッジが うんあらゆる場面でできていなければ、まあ人生は暗いかなと、お金に限らずね。健康に対するリスクエッジとか、人間関係や恋愛に対するリスクエッジとかね。うんそういったもの、様々あるかなと思うんですがね、まああの。別に言われなくても最低条件なんじゃないかなと思うんですよ、このリスクエッジってのは。投資の世界だから特別にリスクエッジがあるわけじゃなくって、別に投資の世界以外にも山ほどリスクエッジがありますもんね。 そそれこそ自動車に乗る時にあの自賠責保険だけじゃなくって任意保険に入るわけですからあれもリスクエッジだしねなんかこう、ね、やっぱ適度にビビった方がいいかなと適度にビビるからこそ大胆に勝負できるところがあるんじゃないかなというところでリスクエッジでございました。